言われる一。信長最愛の女性と言われた絶世の美女狐。豊臣秀吉の妻として天下取りを支えた尾根。徳川家康の妻として生涯見守り続けた於大。浅井三姉妹の三女にて三代将軍徳川家光の母郷。前田利家の妻として加賀百万石を共に築いた松。6名の姫たちの華麗なる舞をしばしお楽しみください。愛知戦国姫隊でございます。姿を現さない謎の多い姫。人
神の心、神に生きた姫、生駒きつのにござります。ありがとうございます。皆の者、大切な人を心より愛してくだされます。 I love you。兄に持つこの私は長身で容姿端麗、戦国一の美女と呼ばれた。どうぞ。その通りじゃろ。信長様の同盟である浅井長政様との間に三女をなすものの、浅井家と織田家は対立。三人の子を連れ実家に戻り、兄様亡き後は織田家の中心、柴田勝家様の妻となった。そして静ヶ岳の戦いに敗れた勝家様と私は運命を共にした。我がことのために生きず、なすべきことをするのは義の心。義に生きた姫、一じゃ。声が小さい。皆の者、己の志に誠実に生きよ。一じゃぞ。戦国一数奇な運命をたどった浅井さん姉妹は、ちゃちゃ、おはつと、かな、ゴーじゃ。そしてその母上こそ、おいつかま母上。でも母上がお亡くなりになった後は豊臣秀吉様に保護され、11歳の時に千田の佐治和成様と結婚、そしてすぐ離婚。次にすぐ秀吉様の甥の豊臣秀勝様と結婚。でも秀勝様すぐ病死。そしてついに徳川家康様の跡継ぎ秀忠様と結婚し、三代将軍徳川家光様の母となった。どんな状況でも秩序を持って尽くすのが礼の心じゃ。礼に来た姫、豪にございまする。ありがとうさんじゃ。何があろうとも明日は来るんじゃ。清く正しくまっすぐに行きますぞ。100万石の祖でもある前田利家様を支えたのがこの私。いとこの利家様に数えの12歳で嫁ぐと11人の子宝に恵まれ、その数なんと1001。そんな私は豊臣秀吉様の妻、お姉様とは大の仲良し。お隣同士でようしゃべりしとったんじゃ。かの秀吉様とも大の仲良し、秀吉様のお母様とも仲良し。そんなお二人には私の娘を一人養女に差し出しました。でも徳川家康様の時代になると、お家を守るため江戸で14年間足閉じ地殺しを全ういたしました。内助の功の代名詞、学問や武芸に秀でた地の心、地の姫、松にござります。男は美しくあれ、女子はたくましくあれ、せーの、あがんばります。戦国時代には珍しい恋愛結婚、親の反対を押し切り14歳で結婚したのはかの織田信長様が家臣木下徳次郎様、そう後の天下人豊臣秀吉様。城を明けがちな殿の代わりに政治を行い、お仕事様とは大の仲良し。発言力も政治力も兼ね備えたものだから、秀吉様との夫婦喧嘩もドエリア激しかったね。男には負けんでね、猿にも負けんでね、明るい未来は女が作るんだでね。情に厚く誠実なのが真の心、真に生きた姫、北の湾どころこと尾根じゃ。ストマッチワン、一番オンリーワン。尾張国知多郡の豪族に生まれ、三河国の勢力者松平広忠様に嫁いだこの私。しかし兄が敵方に渡り離縁となり、幼き息子武千代とも離れ離れに。ああ、離して離して。その後再婚し三男四女を設けるものの、竹千代とは密かに恩信を取り続けました。しかし息子との再会は実に
平元康、そう江戸幕府を築いた神君徳川家康公、親孝行子孝行、親子の情けは孝の心、孝の姫とはそう戦国一のグレートマザー小田井さん。神たちよ、皆は私の子同然、この国を頼みますよ、そこんとこよろしく。天下を取ったは愛知の武将、愛知は武将のふるさと、現代によみがえりしは愛知の姫たち、日本に伝わる古き良き心を現代に伝え、明るい未来を作りましょうぞ。我らは愛を知る姫たち、愛知戦国姫隊。よろしくお願いいたしまする。
ちゃん人気だね。嬉しい。私は北の番所ことお姉ちゃん、あ、ちょっと待って、もう一回、夫は豊臣秀吉様にございまする肝心なこと言い忘れたの。グダグダですな。ありがとう、頑張れって言ってくれた。いやいや、お姉様ということで、はい、ありがとうございます、はい、そして私織田信長様の質、えい、怖かった、キツノにござりまする。ちょっとキャラが違いませんのか、キツノ様。え、そうですか。織田信長様の妹一じゃ、拍手が小さい。母上はいつも通りだね、みんな、皆様、拍手が小さいとか言ってほしいから相手しないという、なんかこの空気感がわざとじゃの。面白いございます。そして私が徳川家康様の母お代でございまする。どうしちゃいましたね。なかなか新しいことでございますが、私たちの、そう、ここは愛知は武将のふるさとにございまする。それをね、より多くの皆様に知っていただくために、なんと400年前からよみがえってまいりました。そうなんじゃ。ちなみに私たちのこと本日初めて見たよって方おりまするでしょうか。手を挙げてくださいませ。修行は足りん。お市の方様、あちらの方にもおられまする。もう恥ずかしいから下げて。修行足りんって、はい、いや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 、の初めての方、はい、ちなみに聞いてよいんでございますかな、ゴー姫様。じゃあどっから来たか、初めての方。さようでございますね。初めて来た人、もう一回はーいって。おお、テレビで見たことあるけど、どっから参ったんじゃ。誰、どっから参った。テレビから参った。小牧市からいらっしゃいます。本当の、あ、それはありがとうございます。全部の、はい、いろんな初めての方もそうでない方も、私たちの港一つになりとうございまする。やっぱ一つにならんとの、ちょっと心が遠かったら何も生まれませぬの。うん、じゃあどうしようかな。いつもはのご挨拶をしたりいろいろしとるんじゃが、はいはいはい、まあ、本日はじゃあ、まずが小牧山と申しましたら、お月見祭りと言ってもらいましょうか。なるほど、今日ならではの良いでございますかの、はい、準備は良いでございますか。お腹から大きな声での、はいはい、言ってくださりませの、参りますぞ。小牧山お月見祭り。声が小さい。やっぱりね、ごめんなさい、そう思った。子もこちら言っとりません。こちらの方、あら、こっち、あ、そちら、お台様、そんなところに。お台様、実はこう、こっそりとおりました。いや、こんなんじゃ一つになれないから、なんかまずはちょっとどうしようかなと思うんでございます。いや、もう一回やったらきっとできます。そうでございますか、うん、じゃあもう一度、もう一度、タイミングはもうつかみましたの。はは、大丈夫でございますか。参りますぞ、はい、小牧山おおきりやすり。バラバラ、なるほど、バラバラ。いやいや、もう十分でございまする。お家の方様、いや、はい、松ももう満足でございます。ありがとうございます。皆様一つになりましたの、嬉しいございまする。いや、本人の狐様、はい、嬉しいございますな。まあ、この小牧山城に帰ってこれました、私。おお、帰りなさい。というのも、はいはい、私この小牧山城がこう築城した当初、ここに住んでおったんですよ、私キツノ。そうなんですか。そう、信長様がおいでって言ってくださっての。ということで、そう、しかもそれなんとこの小牧山城、来年で築城450年となります。これはこれは、そうなんだね、節目の年でございまするの。あれから450年ですよ。早いですな。早いですか。なんかってことは、来年には何やら大きな催しが、はい、そうですね、準備されてるやもしれぬという、うん、やもしれぬ、嬉しいござりますの。こうやって祝っていただけるということは、楽しみ、うん、はい、あら、良いでございますな。お家の方様は、だって織田信長様が建てたお城なんですよね。そうじゃ、私たまにおった。たまにおったんですか。あそこに来とった。で、たまにね、キツノ様も、あーって。あー、どうも。あ、お会いしとったんですか。あ、どうも。そうじゃ、そうじゃ。どんな仲なんでございますか。あー、どうも、つって、通りすがる仲だったでございますか。小柔道でございますからな、私。あー、なるほど、小柔道。なるほどね、関係性分かっとられますかの、皆様。大丈夫ですかの。はいはいはい、なるほど。
そうなんだ、そう聞くと親近感が湧きますの、はい、お家の方様がたまに来て、はい、キツノ様がここに住んでたというとの、はい、ほうほうほうにちょっと楽しみございます。大台様お帰りなさいませ。ただいま戻りました。戻りました。そんな大台様、戻ってきた大台様、はいはい、何でしょう。私たち普段ずっとここにおるわけではございませんから、はい、いつもおる場所を皆様に何か、では私から、はい、皆様方、第1、第3水曜日はなんと清洲城におるじゃん。ここからも近いじゃろ。そうでございますね。そして第2、第4水曜日は徳川家におるんじゃ。まあ庭の綺麗なところじゃ、みんな来るがよい。そしての毎週木曜日は国宝の犬山城のところにおる。そして毎週金曜日はまあなんといってもこれは私が息子家康様を産んだ岡崎城におるんじゃ。まあ見どころ満載の場所ばかりじゃ、皆の来るがよい。私たちのそのいつどこで何をしてるか、河原場という名のホームページじゃの、あと日記帳という名のブログじゃの、はい、アメーバブログじゃやっておりますので、そちらをチェックしてくださりますの。それ見とった方多分ご存知かもしれませんが、来月から定例の犬山での演舞時間が変わるんでございますよね。おー、そうじゃった。そう、今まで11時でございましたが、お昼の13時、午後1時からの演舞となりまするゆえ、皆様お間違いのないようにお越しくださりませ。犬山午後1時、午後1時、その他は午前11時からの演舞で変わりありません。もうみんな記憶がいいの、メモとか信じて大丈夫かの。忘れそうな方はブログをチェックするんじゃ。日記帳などを見つけてくださりますね。はい、うん、そして私たちのお姉様、何、私たち、はい、スタープラリーやっておりますね、うん、やっとります。なぜか南の反抗したいからこう持ってくださったのじゃな。そうじゃね、元のものぜひ出してくださりませ。はい、一人しかおらんように見えます。あれ、先ほど今出すとこでしょ。先ほどで注意したんじゃ。お話聞いてねっつって。なるほどな。そうなんじゃ。これはこのスタンプラリーを巡れば武将のふるさと愛知のことが楽しく、ごめんなさい、キツノ様かぶっとりました。はい、楽しく姫と一緒に回れるという、そうした反抗し大会となっておりまする、うん、ちなみに全部集めなくても各コース応募するスタンプの数があっての1個からもう応募ができます。じゃあね、近くだとどこですかの。そうじゃの、お近くのところ一箇所行っていただいて、うん、もうはがき送っていただくと、うん、もう応募ができるんじゃ。ほんで姫隊のグッズなどが当たりますから、ぜひご参加くださりませ。あとはなんじゃ、スマホというあれあるじゃろ、あからくりの機械があれでも参加ができるんじゃ。じゃあね、今日代償持っとらんものもぜひスマホでぜひご参加くださりませの。はい、ありがとうございます。以上でございまする。はい、後でゆっくり読んでな。はい、いやーにしてもの、この後お茶もなんか行くんかの。あ、すぐそちらですな。そうじゃそうじゃ、そちらじゃの、雨が降らない限りの、はい、許して私たちが、私たちも行こうと思います。持っていきますよ。あ、はい、配りましょうかの、はい、そうですね、はい、いやー楽しみでございます。もう本に今日はの楽しいございますの、キツノ様。そうですの、もう雨もちょっと降らずに良かったですの、皆様。ありがとうさんじゃ、拍手の。ありがとう。やるならの思い出してくださいよ。ありがとうさんじゃ、こうやっての南々に応えてきて、私たち誠嬉しゅうございました。ということでの、今日あった南々、これからは私たちと共に愛知を盛り上げてまいりましょうな。では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 だ、最後に私たちの愛知が大好きだよっていう気持ちがたくさん詰まった曲舞がございます。それをみんなと楽しくやりましょうかの。その曲は I love 愛知。私は